今回のテーマは人生や活動の理念です。それでは NC 日賀さんお願いします。今日も新たにイノベーションよろしくお願いします。今回のゲストはですね、はい、現在沖縄県名護市で社会人教育事業ユーデミ、夢がなくても自由に生きるを実践するコミュニティ、凡人大学、日本の素晴らしさを語れる英語コーチ、ゼロイングリッシュ企画などを行っているプレゼン講師、副業家、ビジネスコーチスキルの渡辺拓さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや肩書き多すぎて噛みます。いや読み上げるの大変そうだなと思って見てましたよ。ありがとうございます。このやっぱりいろいろ我々もこのゲストがご出演するときに調べるんですけど、いやもう興味ありすぎて、ありがとうございます。お会いできるのすごい楽しみにしてました。ああ本当ですか、よかったです、はい、なんかこういったなんかメディアとかってご出演とかされたりするんですか。ああまあそうですね、そのユーデミーという、まあ、一番初めに読み上げていただいたのが、はい、まあ、動画を使ってこう人々に、はい、まあ、ビジネススキルを教えるっていうものなので、はい、まあ、この動画に乗るのはなんとなく慣れてる、動画だったりこういう喋るっていうのは、はい、まあ、なんとなくよくあるっていう感じですね、はいはい、もうなんかあれですよ、打ち合わせの段階でコミュ力高いって。あ本当ですか。感じたよね。嬉しい、ありがとうございます。すごいなと思いながらですね、まあ、今回4回ありますから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というところですね、いつものように、はい、3つのポイントを挙げさせていただきます、はい、1つ目に自然体、2つ目にプレゼント、3つ目に自分らしさ、そういったものがポイントとして挙げられました、はい、それをまとめたラベリングとしてできる自分へ導くプレゼンター、そういったものかなと思います、うん、ラベリング理由としては渡辺拓さんは現在沖縄の名護市で社会人教育事業ユーデミーや夢がなくても自由に生きるを実践するコミュニティ、うん、凡人大学、日本の素晴らしさを語れる英語コーチ、ゼロイングリッシュ企画などさまざまな活動をされています。そんな渡辺さんの思いの一つに自分に誇りを持ち自然体で、過ごしてほしい、そういうものがあるんじゃないかというふうに感じました、うん、その中には日本の文化や歴史の中にいる自然体のあなたが一番すごいんだ、そういうものが込められているふうに感じます、その思いを持ち活動される渡辺さん、まさにできる自分へ導くプレゼンターだと感じ、このようなラベリングをさせていただきました、はい、よろしいですか。素晴らしい、ありがとうございます。いや僕自身ですね、その、はい、たくさんこう読み上げていただいて分かると思うんですけど、はい、僕なんていうんですか、いろいろやりすぎて、はい、なんか何なのか僕自身でもよく分かってなかったりするので、なんかこうやってこう、あ、そうすると分かりやすいのかみたいなのをつけていただいてありがとうございます。はい、じゃあ早速ですね、はい、今回のメインテーマ、人生活動の理念に、行きたいんですが、はい、この渡辺さんの理念教えていただいていいですか。理念、そうですね、自然体でなんだか面白い日常をっていうことで、はい、はい、挙げさせていただきました。まあ、この自然体でなんだか面白い日常をっていうことなんですが、はい、この理念に至った経緯というのはどういったことですか。あ、そうですね、僕自身なんていうんですかね、人と比べて落ち込むっていう経験をすごくたくさんしてきてですね、はい、人生の中で、はい、でまあそれがこう何か詰まった結果、こう、あ、なんかあんまり比較しなくても、まあ、自分らしくいればいいっていう、まあ、自然体ですね、ありのまま何もこう何ですか、いい格好しようとしたりとか、はい、なんかこう人のためにみたいな、こう なんかこう やろうとしなくても、うん、もう自分らしく過ごしていればそれが一番なんかこう人のためにも、結果人のためになったりするしいいんじゃないかっていうので、まあ、それで自然体っていうところにまず行き着いたところですね。これ、まあ、明日の放送の中でも、はい、失敗談とかこういったことが出てくるんですけども、なんかこのそこまで至る経緯というか、まあ、多分小学校とかではないと思うんですよ、ね、もっともっと後なのかなってタイミング的に思うんですけど、これどれぐらいこのなんかそこに吹っ切れる、あ、なるほど。どれぐらいだったんですか。あ、そうですね、結構比較して落ち込むっていうのは、はい、まあ、よくあったんですけど、はい、一番なんかこう長かったのは社会人の時ですね、はいはい、社会人、7年ぐらい、まあ、入社してからこう働いたんですけど、はい、その序盤の 3,4 年はかなり厳しかったです。厳しいとか、やっぱりなんか社会人になって結果出そうみたいな、はいはいはい、結果出そうとか
周りの一緒に入った同僚よりも活躍するぞみたいな、なんかそれで勝手に比べちゃってるっていう。あれですか、もういわゆるこの規制外ね、はい、この会社で働くならこういう感じとか、そうですそうです、そういうのにもがんじがらめだった自分がいたっていう。ああ、もうそうですね、やっぱり昇進しなきゃ、成果出さなきゃっていう感じですよね、はいはい、それが大きかったです。いや、それがもちろんなんか自分に合ってる人であればいいんでしょうけど、はい、まさにそれが自分らしさとは隔離してたというか、はい、全然違う状況だったってことですね。そうですね、なんかもともとバスケットボールとかもやって、はい、チームスポーツとかでこうみんなと一緒にって感じだったの、はい、なんか俺が一番みたいな感じになるとまたちょっとなんか違う感じで個人競技っぽいみたいな感じですね、はい、多分そこは合わなかったんでしょ。あ、なるほど、はい、もっと調和したい、そんな感じの、はい、その中でですね、その、この挙げていただいたそのアンケートの中にすごい、はい、引っかかった言葉がありまして、はい、その思い込みとか集合意識、うん、それからもっともっとみんなを切り離したいんだっていう思いがあるっていうことなんですけど、はいはい、それの弊害っていうのはどういったものがあったんですか。あ、こう思い込みを持ってたりすると良くないことっていうことですね、はいはい、まあ、やっぱりなんて言うんでしょう、本当はできることができないみたいなとか、本当はできることはできないし、できないことをやろうとして勝手に落ち込んでみたいな感じのことすごく多いのかなと思いますね。なんか自分で勝手に先回りしちゃうってことですか。あ、先回りっていうのは なんですか、まだ実際にやってもいないことをなんか想像しちゃって、はいはい、なんか自信と言いますか、はいはい、やればできるのに、はい、例えば3段の飛び箱があって、はい、飛べるのに周りが見てたら、はいはいはい、なんかその高さとか、はい、変なイメージだけで、はい、怖い、あれ飛んだらもうとかでも恥ずかしい、はい、失敗したら恥ずかしいから嫌だみたいなことで、はい、一歩踏み出せないみたいな、はい、それはすごくあると思いますね。本当に それもうちの一つかなっていう感じで、僕なんかその工場あるじゃないですか、はい、で例えばリポビタン C 作る工場みたいなとこダラーってこう流れてきて、はい、ジャ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 ってすごいじゃないですか、はい、あれ見て あれ僕には作れないなって勝手に落ち込んでたんですよ、はい、意味わかんないでしょ。それだからやっぱりそうなんかできるなんかすごいのを見ると、はい、なんか勝手にこう自分で挑戦し始めて、はい、勝手になんかできないんですよ、もちろんあらゆることが。でそれを落ち込むみたいな、そういうのがいろんな、例えば、まあ、海外で英語喋るとか、はい、なんか上司にプレゼンする、そういう中でも全部出てきた。この辺でもすごいあるあるというか、はい、なんか共感できる方多いのかなと思うんですけど、はい、その中でですね、その渡辺さんが考える、はい、そう、まあ、このいろんな方に切り離す、はい、集合意識とか思いを見ての切り離した後ね、はい、その自然体を思い出してほしいと思うんですけど、はい、その思い出すために、まあ、はい、必要なことっていうのは、はい、まあ、いくつかあると思うんですけど、どんなことがあるんですか。あ、そうですね、なんかすごく根本的なことを多分言うと、はい、なんか、まあ、目の前のいつもやってることが本当なのかなって思うことですかね。まあ、だから会社だったら成果出すのが当たり前って思うんですけど、はいはい、本当なのみたいな。会社で別に成果出さずになんかみんなの調整役だけしてる人もいるんじゃないのとか、はいはい、なんかこういうラジオだったら喋れて当たり前とか、でも喋れなくてもなんかこううなずいて聞く絵も必要じゃないのみたいな、なんかそういう感じの当たり前を疑うみたいな。これ分かりますね。分かります。すごいあると思います。例えばですね、はい、よく野球のベテラン選手がまさにそこに当てはまるっぽいのもあるなと思うんですけど、はい、なんかそのいわゆる普通だったらチームで、はい、一軍でレギュラーで出て、はい、もうずっと活躍し続ける、はい、でもベンチにいる選手って実際いるじゃないですか、そこにはそこの役割があって、なるほどなるほど、出る選手は数字出るじゃないですか、はいはい、いわゆるさっき会社でいう成績じゃないですか、だけどじゃあベンチはっていうと、じゃあこの人たちがもうずっとツンケンして、はい、ムード悪くしたら勝てないじゃないですか、働きづらみたいな、はいはい、いや試合以外の練習もやりづらみたいな、はいはい、だけどこの人たちがむっちゃムード盛り上げてみんな笑顔で頑張ろうぜってやってたら、はいはい、結局なんかチームが回るというか、いやもうそうですね、まさにそういうことなのかな、ね、いわゆる数字で見えない部分というか、はいはい、いろんな役割というか、はい、もうそこを見えるようにするのすごい大事ですよね。いや本当そうですね、いやめっちゃ分かりやすいですね。
なるほどですね。でそれをあのこの渡辺さんがですね、はい、いろんな、まあ、お仕事の中ですね、はい、その最初にご紹介したこのユーデミーさんの中で、はい、いろいろ、まあ、本当にいろんな細切れといいますか、いろんなその切り口で、はい、その必要な人に届くように、まあ、いろいろご紹介してますので、それはですね、はい、3日目に少しお話ししていこうかなと思いますので、あ、まあ、今回は、人生活動理念というところで、はい、お話をお聞きしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今回のゲスト渡辺拓さんへのご連絡先はインターネットで渡辺拓プレゼン講師を検索すると、毎日メルマガ行動力が上がる習慣の購読やメッセージを送ることができますので、よろしくお願いします。 LSM レディオ YouTube 概要欄からもご確認ください。今回は以上になります。 See you! See you.